人生を楽しむライフスタイリストたち、その素敵な生き方、マイバリューマイウェイはフォルクスワーゲンの提供でお送りします。今週のライフスタイリストはレコーディングエンジニア、プロデューサーの貞治八木さん。現在ロサンゼルスを拠点に活動し、2014年にはエンジニアとしてグラミー賞も受賞しました。そんな八木さんが常に挑戦者であるためのマイバリューマイウェイ。音楽と風景です。昔聴いていた音楽、それを聴いていた場所に戻って同じ空気感を経験すると、例えば10年前20年前同じことをやっていた、その時の心境に戻れるんです。記憶として覚えていることとはまた違う、感情面でもう一回リセットし直すというか。アメリカへ渡るきっかけをくれたのは六本木でした。そこで聴いていたのは U2 の Where the streets have no name。若かったがゆえに何も知らずに、期待しかなかった、希望しかなかった、ワクワク感しかなかった、その希望しかなかった頃の自分にもう一回戻してあげる、でそれを今の瞬間から前に進んでいく上でのバイタリティにしていくというか。ごくありふれた風景、しかし当時聴いていた音楽をリンクさせれば自分だけの風景になる。八木さんにとって音楽と風景とは？目標を見失わないための、心の羅針盤です。家族のドライブに最新の安全を、ニューゴルフトゥーラン誕生。フォルクスワーゲン。この番組はフォルクスワーゲンの提供でお送りしました。